いけるか？え？よし、とりあえず修道院へ行って様子を見てみよう。おい、ゆっくり行け。エディの一味がいるかもしれない。大丈夫よ、あの海賊たちならここまで追ってこない。何これ、信じらんない。カメラがあれば。この罠、その昔誰かが黄金を守るために仕掛けたのかしら。いや、そんな昔じゃないな。槍をよく見てみよう。でしょ、俺たちの飛行機のだ。でもなんかおかしくない？仲間が島を歩き回るっていうのにこんな罠を仕掛けたら危険じゃない。おい、これ見ろ。こいつが死んでから何か来たらしい。何か？誰かじゃなくて？待って、もしかして。聞こえるか？今度は何？おかしい、何の音も聞こえない。見られてるな。見られてる。ああ、やっぱり何でもないか。行こう。とりあえずなんか変なもんには出くわしたくないだろう。そうね。ねえ。頭を下げてろ、レーザーサイトを持ってる。番犬が門にいるとなると、ローマンとナバロもこの近くにいるな。どうぞ。図書館の警備を固めろ。サリバンのところへ行かせるな。了解。修道院の東側であのおっさんに手伝ってもらってる。なぜあんな奴を連れてきたんだ。信用できないホラ吹きだ。あそこだ。やっ
ネイト、ここに長くいない方がいいと思う。俺もだ。よし、サリーを見つけてとっととここから出よう。今だ、奴が行く。奴はそこで気をつけろ。それは抑える。あなたはもう支えて、うん、用意できた。オーケー、離せ。そっとな。ああ、そっとって言っただろ。
図書館に違いないわ。ほらあれ。だが正面玄関から入るのは危険だ。他の入り口があるか調べてみよう。フィリピンのバーで働いてた子なんだ。いい子でね。みんなあの笑顔にメロメロだった。恋仲になっちゃったら誰だってあのとろけるようなキスにやられちゃうわけ。小さい子で150センチもないんだぞ。みんなは彼女をプチパニックとか呼んじゃった。うるせんだよ、おっさん。何万回同じ話すりゃ気が済むんだ。ああ、そうだったか。悪いな。年食うと話したか忘れちまう。だいたい時間かかりすぎじゃねえのか。よく見てくれ。本はほとんど腐りかけてる。それにスペイン語だ。とっとと読めよ。ボスがお待ちかねだ。おい、あそこ。まあ、くそ。奴らが見える。やっと助けに来てくれたか。いや待ったよ。死んだにしちゃ元気そうだな。見たとこやっぱお持ち帰りか。何それ。おい、彼女がいなきゃ助けに来られなかったんだぜ。助けに来たんだっけ。何言っちゃってんだよ。はっきり言ってこんなの怪しすぎるだろ。そう、宝の情報を流すわ。なぜか奇跡的に生き返ってるわ。まさか疑ってんのか。ローマンとは取引をして時間を稼いでたんだ。確かに計算違いでまあ後をつけられちゃったけどな。サリー、あんたがそんなにベラベラまくし立てなければもう今頃は宝を手に入れてたんだぞ。だったら俺の脈ぐらい確かめてくれるかな。見捨てて逃げる前に。まあ過ぎちゃったことは仕方がない。とにかくあんたなんでまだ息してんのね。ちょいとぶったまげるぞ。嘘だろ。フランシス教が守ってくれたのか。こんなのまるで映画みたいだな。痛かったのには変わりないけどね。とにかく生きてるのはすぐにバレちまって、俺がいなきゃお宝を永遠に見つからんと説得した。適当に口八丁手八丁でお前を待ってたわけだ。今ローマンはどこなの。まあ修道院のあっち側でお宝の山でも探してるんじゃない。俺のデマに惑わされて。見ろ、フランシス教は完璧だ。それはスペイン人が秘密の蔵に使ってたマークなんだ。お宝のありか。なんとこの修道院だ。このマークがお宝のありか。必要な情報はここにある。お宝への全てのヒントが詰まってる。ゲットできちゃうぞ。あなたたち、また仲良し小良しで私を置き去りにしたりしないわよね。やめた方がいいぞサリー。
強烈なパンチが飛んでくる。覚えたか。うん。この部屋にはいろいろと裏がある。絶対だ。ふん、象に何か関連があるな。ベイ、よしと。いや、これは違うな。これは見た覚えがある。またも図書館か。え、どうすんの。逆さの松明が死者の国へと導く。何かありそうだな。明かりを貸せ。ああ、よし、ここで待ってろ。俺が見てくる。ちょっと待ってよ、一人で行くなんて危険だわ。そうだ、ローマの手下がうようよいる。だから一人で行った方が気づかれにくい。大丈夫だ、心配すんな。奴らはこの部屋を知らないし、ここにいれば安全だ。分かった、これを持ってけ。13番なら敵が使ってないから。状況を伝えろ。オーケー、了解。扉を閉めとけよ。ネイト、気をつけて。大丈夫だ、気をつけるって。いてっ、だよこの柱。くそー。